ホロックスカフェに行って帰ってまいりました。あのですね、店内でね、動画の撮影一応したんですよ。一応撮影していいですかって聞いて。いいですよって言われて、一応したんだけど、よくよく考えたら、動画の撮影をしていいですかって言った覚えがあんまなくて、動画の撮影は良くなかったかもしれないと思って、あの、また今度行くんで、その時に聞いて、一応まあ店内の様子だけをまとめたやつっていうのを、まああの、いつか投稿しようと思います。 まずここにありますのは、あの、店内に入店した際にいただけるものでございます。こんな感じで。第1弾ってなってますけどね。第2弾とかがあるんですかちょっとあんまちゃんと情報を見なかったんだ、そういえば。よくなかったね。うん、それはよくなかった。で、ま、ああのー、じゃあ今回何から行くレシート見せるか、レシート。こんな感じで。あのー、言ってなかったんですけど、あの、自分大阪のとこに行って行きました。まあ、こんな感じで。 スイーツパラダイス。こっちが、グッズだね。うん、グッズ、買ったグッズですね。はい。で、まあ、後でちょっと開封のギみたいなやつをちょっとやろうと思います。で、こっちが、まあ食べたやつですね。いやー、これ複数人で食べに行った時のお値段ですよね。いやー、ジュースで800円かーと思いながら確かに飲んでた。うん。ちなみに、推しの子の方はジュースで600円だったかな。確かそういうのを見た。まあまあまあ、こういうもんだと思うんで、まあいいんですよね。 で、問題はね、このハンバーグなんだよ。ハンバーグはあの、ラプラスのね、あの、ラプラスダークネスさんのね、あの、なんかがついてくんだけど、一応ね、ちょっと汚れるとい,いかんかなと思って、レシあ、のッシでこのさ、おしぼりに突っ込んでさ、持ってきたのだったら、<laughs> 取るときに、これ外すときにこう、破れちゃったね。本来であれば、なんか野菜がこう置いてあって、 ソースが買って、ハンバーグがあるんですよ。で、そのソース側にベチャってこうなってたから、<laughs> ちょっと待てー、と思って、ああっ,って、こんな感じになってましたね。野菜側に置いてほしかったんだけど、わおと思って、それはまずいですよと思って、まあ、もういいやと思って、とりあえず <laughs>、もらって帰ってきました。これはもう捨てかもしんないな、大丈夫かこれ。何しろあんまちゃんと置いとけないよね。 そんな感じでねあ、ハンバーグを食べたんで、こちらのノベルティーをね、いただきましたといった感じで。で、まず、あ、最初にノベルティーから一回、バグツは、ま、後でね。まあ、あの、レシートに映ってるで何買ったかっていうのは分かると思うんですけど、まずはね、お飲み物についてきた、こちらをね、ご紹介したいと思います。今回ね、あの、坂本のね、アイスティーかなんか頼まなかった。あとまあ、坂本のあの、誕生日メニュー、バスデーメニューみたいな時に行くから、もうその時に全部集めて帰ってくかなと思って。 飲みませんでした。お腹の限界もありました。あんま甘いもん得意じゃないし、あと、そう、ここ甘いもん来たからね。うん。甘いうん、甘いっちゃ甘いか。なんかね、独特だったよ。うん。プ,プリンうんとう。そんな感じで。まあ、後とでちょっとなんか、何えっ、ー、と、普通に撮影した、動画で撮影したやつ、普通に、なんかスクショ取って切り抜いて、それをね、あの、店内こんな感じだったみたいなやつ、後で載ってれるんで。 ま、それは一応見ていただいたらいいかなというふうに思います。こんな感じでね。ま、これはあの、確定で欲しいこのやつが手に入るんで、いいんですけど、次ですね。コースターです。これは確定じゃないです。ランダムです。こんな感じで。ちっちゃいキャラバージョンがこの二人で当てたのは。で、こっちは、えー、いろはちゃんと坂本が出ました。ただ、やっぱりこれぶちゃってやるとやばいぞ。こよちゃんが出なかった。 まあいいですけど、今度一旦当てるんで、まああのこんな感じで、これはあのほんとランダムで10種類やって、誰が出るかわかりませんみたいな感じです。これはもうあの、ついてくるんで微妙に。これもそうだけど、狙えます。で、あのー、なんだっけこれあの注意点なんですけど、このね、料理系ハンバーグとかパスタとかっていうのは、あのー、最初に頼むと、もう追加で頼めなくなるんですよ。飲み物は、 あとあとからなんか追加で頼めるんだけど。で、今度からの、バースデーの、坂本のパフェと、えー、っと、ラプラスダークネスのなんか、のメニューは、追加で頼めない。後で注文するっていうところにチェックしないといけなくなっていくる。そう、デザートと、なんか料理は、あの、追加注文できないって言われて、あ、そうなんだ、と思って。まあ、あの、こんな、そんな感じでしたね。そういうルールがあるんで、皆さん気をつけてください。 じゃあまあグッズ行きましょう。はい、こちらでございます。まずは。どうですかね。全員映ってるやつ買いました。ちょっとここ反射してんな。まぁ、あ、こんな感じで、はい、今回のコラボのやつを、まああのー、買ったんですけど、一応ね、まああの、小屋ちゃんのスタンドも買っておりました。 思ってたよりスタンド安いわと思って勘違いしてた。1980円とか2400何本とかすんのかなと思って2200円とか。スタンドってそんなもんじゃないですか、大体。だったら1320円だったの、あ、じゃあ買っとくか、と思って。こよちゃんだけ別で買っときました。うん。これだったら、あの、袋から出さずにもそのまま置いとけるでいいわ、と思ってね。ちょうどいい感じですね。ただ、これね、あの、そうだね、やっぱ。ここにスタンドがあって、 一人飾るっていうのはできない感じだね。うん。まあ、でも、これいいよね。そんな感じで、これ欲しいと思って購入しておきました。そして、購入特典グッズをね、2200円以上かな税込みで。それ払うと、なんか、こんな感じで。一応ランダムでもらえる。まあ、全部出たけどね。あのね、気にしてなかったんだよ。あーなんか6000円以上買ったんだ、と思って。なんだったら、6000円以上で1枚だと思ってた。 だったら違うって。あ,あ、そうなんだと思って。全種類集めることができました。だっていいと思って。一応紹介しておきます。で、ちなみになんですけど、僕、現金じゃないと払えないと思ってたんですよだったら、グッズ買い終わった後に、で、グッズがまあ6000ナンしてるわけなんですけど、あの一応ね、まあ、多分現金しか無理かなと思って、現金12000円くらい持ってったんですよで、まあ、グッズと、 料理は別々で払えって言われたんですよ。で、その先に、グッズを支払った時に、現金で支払って、で、グッズ用のレジがここにあって、こっちですね。こ,こっちがグッズ用で、こっちがご飯用だったんですよね。料理用。で、この間になんか、クレジットカードとか、なんか IC カードとかのマークが見えて、あれと思って。 これってもしかしてグッズのクレジットカードで支払うことでできましたかって言ったら、あ、はい、そうですねって言われて、あ、そうだったんですねって言って、マジかと思って。まあ、まあ、クレジットカード、まあ借金みたいなもんだからまあ、別にいいちゃいいんだけど、まあ、可能であればプレカで払いたかったから、ああ、と思って。なんであの、皆さん、あの、一応ちゃんと確認しておいてください。クレジットカードでも支払えます。最後、はい。こちらの、2つ購入いたしまして、こちらのね、開封をしたいと思います。 ちょっと場所ずれないといけないな、これ。はい、えーと、ばっと場所ずれました。じゃあ、早速当てたいと思います。袋当てときゃよかったな。失敗したわ。まあ、二つしかないんでね。まあ、ここでコヨちゃん欲しいなと思ってます。今日ずっと出てないからね、コヨちゃん。あ、あまあ、そうだけど、あの交際出てない。さあ、行きまーす。一回目。いろはちゃんだね。まあまあ、折って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 。ちなみに、あの、この小さいサイズの、 こっちの方がいいな。この小さいサイズの、あのー、キャラしか出ません。これ5種類です。なんかまだある、これ。えらいやけに厚紙だな。うそっか、スタンドがねえんだ。スタンドも一緒に出しておきますはい、こんな感じです、スタンド。はい。じゃあ、二つ目行きますと。やっべえ、くっついた。おッーもう全部出して。じゃあ。さあ、二つしか買ってないからね。 今度もしかしたらまた買うかもしれないけど。行きまーす。は <laughs> は。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。わざとじゃないです。よっ。あ。お山田さん。はい。そんな感じで、あの、仲良し二人なのかなあの、これちゃん出ませんでした。という感じで、あの、また今度購入させていただくことにしました。一応ま、これも出しておきますああああ、なるほどね。 なんかおかしいなと思ったんです。これよく見たら。ここの色が違うんだ。これが違うんだ。なるほどね。はい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 。あれって思う。うーん。なるほどなるほど。あの、最後に、あの、そういえばなんか、なんか様子とか感想とかっていうのを話してなかったんで、一応それをさーっと話したいと思います。まず、あの、行って、あの、店入る前に、あの、予約されてますかという確認がありました。 一応予約制なんですよね。なんか空きがあったらなんか行けんのかな予約しなくても。それはちょっとわかんないんですけど。とりあえず、あの僕が行った時には、外にいた人たちをまあちょっと覗いて、あのー、店内には二人いました。あ、二組いました。で、まああの予約の確認をして、その後にメニュー決めてくださいってなるんですけど、まあメニュー決めの、メニューの決め方は、まあ,あのサイゼリア方式でした。それだけ <laughs> 言っておこうと思います。ちょっと説明がね、 よくわかんないんで、もうこれにします。で、それが終わると、メニューを決めると、あのー、席に案内されます。で、まあ、あの、自分、ブドウジュースとハンバーグ頼んで、さてにブドウジュースが来て、微動ジュースを飲みながら、ハンバーグを待つ、といった感じでした。まあ、あの、店内の様子なんですけど、基本的にはね、あの、今回のあの、ホロックスのね、このコラボの、ま、絵がね、なんか飾られてました。で、まあ、あの、今回のグッズの展示だったりだとか、 あとはね、なんて言えばいいかな、ホロックスのアイテムが、まあなんか展示されてましたね。これはグッズにはなかったんで、まあ、もうそこで見ることしか多分できないのかなというふうに思います。で、まああの、でかい画面とは言わないです。まど、あ、でかい何かで、えー、コラボ限定の動画をね、この小さいキャラで喋ってくれるんですけど、まあコラボ限定の動画が見れたりだとか、ずっとホログラがやってたりとかしてました。 ちなみになんですけれども、一回だけ見れたんですけれど、時の空さんの、じゃあ敵だねを見ることができます。まあそんな感じでね、まあ店内の雰囲気も良くてですね、楽しかったです。まあこの動画でね、行きたいと思う方が、まあ、いらっしゃるかどうかわかんないですけど、まあ行くかどうかもともと悩んでいた方がいましたら、あの楽しいんでね、あのぜひともね、あの予約して行っていただけたらいいかなというふうに思います。で、あの一応なんですけれども、まあ一人一会計といった感じなので、 一予約、一人、一会計という言い方をした方がいいかな。まあ、あの、グッズ買って、で、まあ、ちらっと見た時に、ああ、これもやっぱ欲しいなってなった時には、もう一回予約して、もう一回あの、ご飯を頼んでいただいて、購入してくださいという形になります。一応 Yahoo ショッピングでね、あの、一応買うことはできるらしいんだけど、送料がつくんだよね。何円以上で送料無料というのはなんか見なかったような気がします。まあ、一応ね、ネットショッピングで、Yahoo ショッピングで、あの、 物自体は購入できますけれども、こういうのがね、入手できませんので、まあ、もしよろしければ、東京、名古屋、大阪でやってるので、まあ、行ってみてください。楽しいと思いますよ。ちなみに、あのー、後で画像を見せるんですけど、大阪は、等身大パネルを撮る分に関しては、外れかなっていうふうに思います。